どうも、バーンです。自作ラジコン飛行機5号機なんですけれども、だいぶできてきました。今日はですね、エルロンのサーボの取り付けであるとか尾翼のリンケージなどをやっていきたいと思います。そしてですね、前回の動画でも申し上げた通り、5号機は空撮前提での機体にしようというふうに思うわけですね。で、どうやってカメラはマウントしようか、まあいろいろ考えたんですけど、とりあえずこんな風にね、してみようかなというふうに思います。これをですね、ちょっとバラして、こんな風にしたらぴったりね、収まったなと。で、ここの表面は OPP テープなんですけども、OPP テープとこのゴムバンドの相性がいいですね。もう全く滑らないですね。で、こんなもんスポーンって前飛んでいくんちゃうかというふうに思われるかもしれないですけども、これは、なかなか動かないですよ。で、これね、簡単にこうやって外れるみたいですね。インスタ360 GO2 のね、純正の、マウントですけども、これがね、こんなふうにして、ちょっと硬いですね。このくらい硬くないと、ぶっ飛んでいったらダメなんで。で、こんな感じですね。で、インスタ360 GO2 はここに磁石で貼り付いてるだけなんですけれども、そうだなぁ。ここはちょっとやっぱり、ちょっとはね、グラステープかもしくは結束バンドで巻いてやるのがいいかなというふうに思いますね。まあ、とりあえず、こんな感じになろうかと思います。実際につけてみたらこんな感じですね。あれ？なんかおかしいぞ。あ、これ向きあんのか、これ。こういう感じですね。はい。で、これならば、プロペラの映り込みがね、まあ、ないですよね。というわけですね。じゃあとりあえず作業を再開します。
はい、どうもです、とりあえず全体のフォルムとしてはこんな感じでひとまず完成ですね。まだまだメカが詰めてないんで、重心とかまだまだ全然ですけども、それにしてもリアが重いですね。バッテリーは3セルのデカめのやつを積んだ方がいいかもしれないですね。はい、というわけで、とりあえずのとりあえず暫定完成といったところです。以上です。ではでは。